ゆかりの戸塚と申します。本日使用したのがこのポチというノイジールアーになります。まず重さがこちら8分の5オンス 17g、 だいたい 17g ぐらいで結構投げやすい重さになっております。で、どんな動きをするかと言いますと、このカップを見ていただいても分かりますように、移動距離を抑えたアクション、こういう感じで細かく首を振りますので、結構狭い水路なんかでもたくさん動かすことができます。なのであまりこう動いてしまうとこう追い切れないナマズもいるかと思いますので、これでしたら細かく動くので、こう狭い場所でもちゃんと追い切って食べに来てくれるというルアーになります。で、ポイントとして、本日のようにちょっと濁っていて水深があるような場所でも、これでしたらカップなんですけれども羽物のようにクロールします。なので水をかき回す力が大きいので、深いところにいたとしてもこう下からナマズを呼び出して食わせることができる、それがポチになります。もう一つの特徴といたしまして、こちらの私フックは市川フィッシングさんのカマキリトレブルというものなんですけれども、私はチューニングせずに使っています。それはなぜかと言いますと、ポチはゆっくり巻いてもしっかりこう動くルアーになってますので、チューニングしなくてもフッキング率がすごくいいので、そのまま使っていただいて問題ありません。状況に応じて、チューニングしていただくのはいいかと思いますが、このままでもすごくフッキング率がいいので、ぜひお試しください。